今回はですね、朝の模様というのをシミュレーションしたいと思います。まあ今ここに行っているですね、ちょうどウィンドウ越しに顔を出している女性なんですけども、はい、まずですね、ここの女性の、はい、対してですね、レベルを適用します。まずレベルを適用しまして、陰影ですね、光っている部分と暗い部分というのをはっきりさせるというところをまずポイントとして調整してあげてください。まあいろんな調整あると思うんですけども、そうですね、ちょっとこう、わざとらしいぐらいに調整します。 はい。その後にですね、今度はグローを適用します。このグローっていうのはですね、ちょうど明るい部分ですね。明るい部分が光るような形になります。もしですね、ここが光りすぎて行き過ぎてしまった場合にはですね、少しこれを弱めてあげて、まあちょっと朝日が反射しているような雰囲気っていうのを、えー、調整してあげることでうまく、えー、演出することができると思います。